てみるよ。今回ご紹介するのは S&T 電動ガン E11 ブラスター。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、けこれ始まってんの？始まってます。あ、すいません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 、ちょっと、ちょっとですね、ダメリューです。あいやいや、あのですね、結構間がなんとも言えない感じですね、こう、いや、めでたい、めでたくてですね、神主スタイルなんですよね、これでも、この刀刺してって渡されたんですけど、非常に帯が頼りなくてですね刀を戻しますか、じゃあ刀いいですかね、これ、デザインのためだけですからね、手持ちみたいなもんですから。よし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 、始まりました、デメリューです。いやー、今日はですね、これでベシャリパートラストの10なんでございますが、何か拝んでるかのように、もうね、めでたい人ですよ。じゃあ行きますよ。あんまり見たことないかな、S&T の E11 ブラスターライフルでございます。はい、全然私も知りません。私も知りません。これね、元の銃は私知ってます、はいはい、スターリングって銃です、はいはい、でスターリングっていう銃はこんな未来感ないです。はい、すごい未来感、こうなんかいっぱいありますけど、これですね、スターウォーズのスタートルーパーという、帝国兵側の白いのが持ってる銃のモデルらしいんですね、スタートルーパー。設定ではプラステックインダストリーズ社が製造した軽量だが強力なブラスターライフルで、ストームトルーパーの正式装備、高威力かつ高精度で汎用性も高いという設定の銃なんですって。はい、はい、スターリングでしょこれどう見てもスターリングでしょって思われた方いらっしゃると思います。私もスターリングでしょこれって、で箱見るとスターリングの説明書が入ってます中身はスターリングですと。はい、はい、でですね、各部の紹介してきますが、はい、基本コンセプトはスターリングと同じ使い方で、まあスターリングを紹介してないんでね、ここで改めて説明をちょっとしていきたいと思うんですが、はいはい、まずちょっと銃口向いちゃいます。これなんかレーザー調じゃないですか、はいはい、ダミーです。はい、でこちらなんか電池とか入ってそうなボックス、はい、ダミーです。はい、でこれ後ろ、はい、なんかこう残弾メーターみたいな風、おお、ダミーです。はい特に光るわけでもなく、これパコッと取れるんです。お、何もありません。あ、ミルキーレですね。はい、これミルキーレですね完全にミルキー化してます。で、これ要注意なのが、はい、これ結構外れやすいんですよ。なんか簡単にポッて取ってもなんとも言わずにスコッとなんかね、ロックがないんで、使わないときは、接着しちゃった方がいいかもしれないです。開けることがないんだったら、はいはい、その方がなくさなくていいと思います。はい、で、光学機器なんですけど、一応ね、スコープになってね、これ多分ね、カメラで捉えられないぐらいなんですよ。スコープなの、一応素通しガラスじゃなくて倍率が入ってる、これ多分映んないんじゃないかな。これね、多分映らないぐらいね、レンズあんまり良くないんです。いや、ちょっと見えましたね。え、デメちゃんの赤い、今 T シャツですか。いや、T シャツじゃないですね、首についてるやつが。これですか。はいはいはい。ああ、金が新年の金が見えましたね。見えました見えました、新年ぐらいが見えましたね。これ、一応ライで割と入ってるんですけど、調整できませんから、はいはい、劇中だと狙ってるシーンなんかないですよね。こうですもんね、こう、帝国軍の光線は当たらないというね。なぜか。だからそれは腰ダメで撃つからじゃねえかと、ちょっと突っ込んでやりたいところなんですが。面白い動画ありましたよ、それで。あ、そうなんですか。現代版のレンジで射撃トレーニングをしてて、はい、もうゼロ距離で撃っても
なかなか当たらないっていうもっと前に行けもっと前に行けって教官に言われてどんどん行くんだけどそのぐらいの、訓練のうちのサイトだとあれですよ、高威力かつ高性能なんですよ。銃はってことでしょ。あ、なるほどね。車種は別だぞ。そう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 。で、これストック伸びます。はいはい。ここの引っ掛けがあるんですけど、ここを前にクイッとずらして、はい、クイッといかねえんだよな。ここ前にね、あ、こうずれて、はいはい、こうそうするとフックが外れて、あららららピシッとフックが結構硬い、うん、あ、そう、これね、ストックロックするためには、うん、このエンドですね、うん、これ押さなきゃいけないんですよ。お、押してよいしょ、戻るとロックがかかる、はい、これスターリングなんで、ここはで、よいしょ、これがこう、こっちにこう上げるとこう、はい、カツンとそこで三角にもう昔の銃ってなんでワンタッチじゃないんだろうってで、こういう風になります。はい、はいはい、スターリングだねで、ここになんかこうジョワジョワジョワってなんかついてるんです、ここに。はいはい、ダミーです。ダミーです。スターリングの、はい、ポートから何か生えてるだけですで、まあ、こうストックが伸びたんですけど、セレクターが、まあ、これもセーフティー、はい、セミオート、はい、フロート、はい、以上です。セーフティー、セミオート、フロート、以上、以上、はい、チャージングハンドルがあります、はい、ホップダイヤルがありません。はい、ホップの方式は後でご説明しますが、はい、ちょっとですね特殊なので覚えておいてくださいね。で、まずはですね、これ大事な、非常に大事なところ、ただこれ多分やる人こうやって打っちゃいけないんだよね、ストック出してねこれストック出したらもうダメなんですはいはい、これね得意じゃないっていうか、あんまりいじったことのない銃なんですよね。今この外し方が正しいのかいまいちよくわかんないですね結構だから最初これ硬いんでしょうね。でずっと使ってると緩くなってくるんですか。多分そうですね。これね、はまった、あ、こう内側にこう、はいはいはい、こうレバーがあって、はいはい、これをクイックイッとクイックイッと、あ、はい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 、俺はコン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 やっちゃう外れないです外れないわけですよ。でこれハマるところがあるんですけど、はいはい、これストックをこうまだ完全にロックしない、こういう状態にしておいて、はいはいはい、これを引っ張って溝にはめて、それからロック、これがストックの収納の方法です、はいはいはい、どっち先にやりましょうかね。ホップアップやりましょうか。はい、これね、ホップアップすごいんですよ。このヒートポート、あの穴いっぱいパカパカって開いてるでしょ、はいはい、この中から、お、この穴の中にホップダイヤルがついてるんで、お、細いもので回してください。お、説明書にもそう書いてあるんですよ。斬新ですね。斬新すぎるんですね、これねここにマイナスドライバーとか入れてクリ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 回してくれよと、はいはい、この中にね、これを、銃のこう左右で動かす。そうですね、はい、こう左右で機器が変わっていきます、はい、ホップの位置はここですからね、はい、皆さん覚えてください、はい、で、よいしょよいしょ、ちょっと一回ですね、グラスをね、ちょっとやりづらいんですけど、で、バッテリーの収納ポジション、これも覚えておいてください、こちら、ここに入ります。で、押しますね、こうグッと押し込みます。押し込んだら、ここにレバーあります、うん、このレバー、クイッと上げます。お、そしたら回します。お、上げます。お、取れます。ちょっとドヤ顔してたんだけどで、使えるバッテリーがかなり特殊なんです、はいはい、パドックで売ってるのは、はい、このオプションナンバーワン製の 1100mAh 7.4V、はい、この薄いやつ、これしか入らなかった。おー、これをここの中に入れて、
こういうふうに結構隙間ができますから、はい、今これ何も関係ないのに外れたでしょ。でコネクターを接続します。一方じゃなかったらミニ S 的なのでいけるってことですか。入らないです。入らない。入らないです。あ、でもリそのもう専用なんですよ。そういうちっちゃいのじゃないと本当に入らない。入らないと。で戻す時も入れます。入れます。回します。回します。ロックされます。あ、そこは簡単なの。そうです。これだけです。取る時はちょっとグッと押して、これレバーを押してとこやんなきゃいけない。やんなきゃいけない。で後ろにはスリングフックが一点で止められるね、やつがついてる。こうやってで、これでまあ空動作が音悪いね。ザ海外製の音するね。はい。で、マガジンなんですが、はい、このショートマガジンがもともとついてますけど、これね段数がそんな多くないんですよ、はい、ショートがこれ40連で、ロングでスターリングのロングが3880円ってことで110連ロングマガジンっていうのが出てます、はい、ただこの形で使いたい場合は40連のこれを横に刺します。はいはい。これで終わり。ね、でマガジンリリースはここにボタンあるんです。ここにね。なるほど、はい、これ押します。せないな。押します。はい、押した、はい、でこうやって抜けます、はいはい、で、悪いところもやっぱあって、うん、これねマガジン加工されてるんですけど、はい、これエッジが立ってるんです。エッジってこう引っかかるような、うん、これで指切っちゃったりすると思うんで気をつけてくださいね。ここ結構角が立っちゃってるんですね。ああはいはいはい。入れやすくするためにでガッてとっさに持った時に刺さっちゃったりするんで、うん、ちょっと注意が必要かなと。結構はまります。まあこれはね雰囲気のものだからこれスターリングでこれを使う人はいないと思うんですけど、ええ、まあこうやって構えたい人もいるけどね。こうなんだな。チュン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 って俺スターウォーズ見てないんだよね。ああそうですか。何個か見させてもらったんですけど、だからあの感動がないんですあんまり私。ああ、まあ世代の問題ありますよね。スターウォーズは、まあ、最近またね公開されますよね。新しいのもねありまして、あのお子様たちにも大人気なんですよね。ああそうなんですか。チューバッカですか。おーんっていうの、はいはい、あれをよく真似してるうちの社員がいますけど、あの困った時のおーんっていうようなの、あれはなんかそれは覚えました。中ばっかっていうの、はいはい、他はあとはスコスコ言ってる人と、ヨーダですか。あはなんかは覚えてます、先ほどあのねパドックの社長様から言われましたよ。はあ、君のところにダース・ベイダーの名前はない。いや、今日の今日言われても今日の今日ではないですね。それはちょっとないかなっていう話になりましたけどね。そうですね。あったらデビンさんは今ダース・ベイダーでやってることになってますから。ダース・ベイダーこれ使ってねえしな。まあこれを使わせてる方、うん、ね、うん。そうですね。いやですね。あんなにこれなんでこんなにこいつらあの。今回のレビューは覇気がないのかというかこう説明が細かい分かんねえんすよこれ。まあね突然これをですね来たからさ取ろうっていうなって使ったことがないから分かんない、まあ、スターリング自身もそんなに。それってスコープは取れるんですか。なんかサイトは一応あのリアサイトフロントサイトついてるけど絶対覗けないよねスコープあったらね。覗けないですね。もうこれデザインでやっぱこれ多分頑張ればネジで止まってるだけでも取れるんじゃないかなと思うんですよ。取っちゃうと取っちゃったでねまた話が変わっちゃうんで。それスターリングだろう。他のところも取れるんですかそれ。あのところもね多分ね取れるんだ。なんか取れそうですね。頑張れば取れるって感じだね。ただそうするともういいじゃんスターリングってなとなっちゃうので、はいはい、よろしくないと。もうデザインで楽しんでくださいという順ですね。そうです、はい、じゃあ一応あれやっときますか。一応はい。はい。
5メーターのメジャーで測っていきますよ。足りるかな、490ですね。ケツのもう限界、ギリギリからギリギリで。で、ストックを伸ばすと、こうね、こうね、ちっちゃいんだよね、何も伸ばさなければね。678。はい。まあ、ちっちゃいのは変わんないかな。よいしょ。で、これをね、よいしょ。よいしょ。こう、こう。はいはい。はい、できた、できた、できた。じゃあ、重さ？意外とね、重いね、これ。高さ？高さね。高さ、どこが高さなのかと言われるとちょっとわかんないけど。これね、ここの幅もあるんだよね、そっちも両方行った方がいいんじゃないですか、三軸で、はい、じゃあ こっちの幅から行きましょう、まず、はい、マガジン抜くともっとちっちゃくなるんですけど、150、140ぐらいですかね、はい、140、14cm で、この部分、はい、が210、うん、まあ大抵のものには一応入るは入りますね、入るは入る、マガジン抜けばね、うん、マガジン抜かないとちょっとそれ、うん、出っ張ってる無理だよね、うん、よしよしよし、じゃあ重さだ、ただねやっぱ塗装とかの仕上げがちょっと甘いんですよね、初めから小傷があったりとか結構するんで、うんうん、まあ仕方ないですかね、こういう系のね、はい、じゃあ吊るしではい、測ります、ね、復活しました、吊るしばかり、もうさ、不安があって、これトリガーガード大丈夫だよね折れないよね、スリングスイベルでいいんじゃないですか、スリングスイベルもなんか怖い感じしますけどね、ちょっとだからスイベルの方がまともにこうね、やっぱ支えるからね、銃を、よし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 、よし、あー重いよ、やっぱり止まりますか、うん、プルプルして、あ、来た、あ、来た、はい、来ました、うん、これはね、あの実測値ですんでね、あの一応公式データはあの記載があると思いますので、これでですね 3.120g、 この大きさで3kg あるんですよ、重たいね、塊ですもんね、金属の、はいはいはい、まあ、あんまり喋ることが極端なくて非常に困った銃なんですけど、うん、まあ、あの40年マガジンでホップアップの調整とかも実際にホップアップ効くのかっていうのか、まあ、ゲームでメインで使う人もたまにはいると思うんですけど、基本はね、この向きで置いてあるとあれですかね、この排気音のエジプト怖いんですよ、それがすごい怖いし、どこを置けばいいんだっていう銃ですね、これね、そうなんです、片側置くとマガジン突っかかっちゃうし、そうそうそう、持ってろってことですね、3キロ常に3キロええ置いちゃいけないんだってもうじゃあこれもう早速撃った方がね、わかる、これでもうデザインはまあ好みですから、こればっかはもう基本こういうところプラですからね、あ、後付けのやつはってことですよね、うん、フレームシールだけど、はい、こういう後付けのパーツはプラ、はいはい、じゃあ撃ってみよう、はいはい、シューティングレンジの方に行ってみましょう、それではどうぞ、よーみんな久しぶり、今日はね、E11 についてレビューしていくぜ、で実写テストについて今回もやっていくぜ、ヘイゲメン、ちょっと来いよ、レビューレビュー、単一入ってないか、それこれなってない、いや、ただ入ってないよ、入ってないからちょっとこっち来なさい、あ、はい、あ、こっち来て、こっち来て、ヘイバーブルー、久しぶり、デミちゃん、案外重いの
重い、何なんだこれ、これ結構重い、これね、やらされてる方たまんないね、これこれね、単一電池あるならない、名機らしいんだけど、裏方さんが言うよね、はい、そうなんですよね、ナショナルのなかなか見ないよ、今これ8本入るんだよ、8本ある8本入れたらすげえ重くなりますよね、これを昔は担いでやってたって言うんだからさ、すごいっすよね、こうやって今こうノリノリで徘徊してたんだけど音はない、ない、今は小さくなりましたからね、これ昔のものもまだまだ残ってるということで、いや小道具で仕入れたんですけどね、名器がなんか販売される方がね、あのノンクレームノンリターンでって書いてあったんだけど、まあ、なんかあの取引ナビ的なのでこう、はいはい、やり取りをしてたら、もしあのお気に召さなかったら返品もいたします、いや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 、鳴らすわけじゃねえからあの十分役に立ってます、絵的に、ね、なんか無理言ってね、急いで送ってもらってね、ありがとうございます、いい役に立ってます、ありがとうございます、昨日発注したんで今日来てるあもう本当ありがたい、もうなんか兵庫県から送ってるそうそうです今日あのこの動画を見てるかどうかは分かりませんけどね、はい、なんか機会があればね、出てますから、ぜひね、はい、メインキャー、メインのメイン MC が今変わってましたけど、はい、なんかいきなり、はい、誰ちょっと紹介した方がいいんじゃない My name is Bob Blue、はい、それさ、ボブリューかなんかで落としたからねこのキャラ推しはね、ほんとね、うざいですね、やっぱ皆さん申し訳ないんですけどね、お付き合いいただいて、素の感じはこんなんじゃないんで、ものすごい礼儀正しいですからね、その辺はあの舞台裏シリーズでご了承ください。じゃあですね、せっかくいますから、はいはい、ボブさんにちょっとやってもらおうかな、はいはい、マジマジマジ、俺、これボブキャラにさ、メインにいるわけだから、俺、映り込んでるけど、このテンションに合わせなきゃいけないんですよ。ちょっといろいろ大変だけど頑張っています。じゃあボム、はい、やってみようか。やりますよ。じゃあジュノちょっと、はい。何ですか。もっと、はい。じゃあこれ、はい。十、こう、二十一。はい、ブラスター。まあスターウォーズに出てるっていうモデルですね。まあ、タン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 。そう、そうですね。テュンテュンっていうやつ。そう、テュンテュンって戦ってるやつですね。はい。そのモデルの何ですか。テュンテュン。テュンテュン。今 BGM がこうダダダデュデュンっていう、クソもできない SE でお送りしております生音でお送りしております。じゃあボーちゃん、これをレビューの実写レビューのまずメインをやってみてもらおうかな。はいはい、メインですね、はい、まずこれをでもですね、言っときますけど、はい、初めて今持ちましたからね、この銃。そうですね、こういう状態になるんですね、素人さんが持つと。このような形ですね。で、マガジンを入れる箇所がこの横です。それは前半のダメージでやってるからね。断足をね。断足を分かれつつ。そうやってると長くなるんだってば。断足だ。長いって言われてるんですから。ただでさえデメニューってのはね、長いの。長いのにもかかわらず、ボブ流入るともっと長いって言われちゃったらね。これはね、お客様に申し訳ない。でも1時間ね、番組になっちゃうからね。はい。じゃあ、それダンスを食べる。ほんま編集中で長いと思ったよ。切れないんだよ、話が中途半端に全部。セレクターはどちらですか、これ。左についてますね。左、これ、あ、これか。あ、初めての人はこういうところもやっぱ大事なんですね。さっきセレクターの話してないよね。してた、してた。したっけ。ファイヤー、セミ、フル。あ、下ね。下、下、下。はい、これが、はい。真ん中ですね。はい。じゃあ、打っていきまーす。はい、打ってください。9.76 ですね。失礼します。ちょっと近すぎるんじゃないかこれぐらいですね、はい、90出てた、これ90ってなこれね、88ですから、うん、もう1回89.7、今タバコの下で、はい、89.7、はい、はい、になります。うん、断足は出てますね。はい、はい。サイズ的にはちっちゃいの。じゃあ、はい、強しくん行こうよ。あ、強しくんやってみますか。はい。やってみます。やってみましょう。やってみます。ただこれ、そうなんです。スターリングですもんね、元が。そうです。はい。実際このような形の仕方になっちゃうと、こういった方がいいです。
カメラ的にはもう全然頭入っちゃってなんだか見えないけどね本体がダミーのぶつこぶついてるけどダミーもうちょい左で左、はい、これで、はいはい、じゃあ打っていきます。ターゲット正面強しホップどうですか。ホップはちょっと弱いですか。ちょっと弱いのかな。これね、ホップの調整がさっき、はい、すいません、いいですよ、はい、ホップ調整がですね、ここなんですけど、ちょっとこういう、先端をですね、クリ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 できるようなものでですね、まあ、マイナスドライバーがいいと思いますね。しっくりくるかな、入れて、クリ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 回してもらうというのがいいと思うので、これもちょっとですね、これ多分素手だと無理だと思うんですよ。素手だと難しいですね。マイナスドライバーかなんか。こうやって削ってもらう。外れちゃうね。蓋が外れる。天国編じゃ。ラジカセ一回はけてもいいですか。ラジカセちょっとボムの色とかで。はい。反動はね、悪くはないね。うん、うん、ただ、ターゲットにどれだけ集団するかっていうのはなかなか難しいかもしれない。はい、ポップアップはしっかり効いてるんですよね。はい、で、あのボブがちゃんと言い忘れてたんですけど 0.2g の BB 弾で、その弾速になります。東京丸井の、BB 弾ですね。はい、メインをちょっとですね、奪ってしまったみたいなところが長くなっちゃいますからね。で、実際ですね、これのメジャー精度も気になるところなので、はい、10センチでいきますかね。10センチ、それでもまとまりはいいと。8センチは無理です。無理だとか、じゃあ10センチ打った感じ、8センチはちょっと厳しいので、10センチ で、 10センチで、あのメインキャスターだったボブが、あのメインキャスターだったボブが、はい、ね、今からつけに行きます。はい、ご覧ください、下っ端、やっていくぜいちいちムカつくことを言うキャラっていう。ちょっと横で頭つけてたから一回外されちゃったOK だぜ。普段は絶対こんなこと言いません、それじゃあですね、10センチターゲット、あえて今ストック出さないで打ってますけどね、はい、コンパクトのままでも当たればなんか、なんか弾を全弾出しましたか。リリースされましたね、今。どっか落ちちゃったんですか。触っちゃったかなと思って今は自分も見たんですけど、当たるような場所がないので、かかりがこのロックが甘かったのかもしれない。あ、巻き込んで、じゃあ打っていきますよ。サイト意味ないね、これね。ダミーですよ。全然ね、これ通りには飛ばないね。あ、うん、ダゴ見よう。まあ当たってる方だよね、この短さで。ボブちゃん、はい、ボブタイムが来た。イエーイ、やっちゃいますね。やっちゃってください。はい、上についてるサイトはあんまり、標準調整できないんで意味ないですから、弾道追っていきましょうね。そうやね、そうやね、かなり覚え立てる人みたいな、はい、かなりの人に殺されるよ、お前。ちょっとやっていきます。標準語に戻ったね。本当こういう構え方じゃないもんね、使うとき、帝国兵は。本当腰打ちですから、はい、でも狙ってるのも何人かいる。あ、いる、うん、
一瞬幸先のいいスタートだったんですけどね。もうすごい命中精度が悪い順に見えますよね。斎藤というものが全く役立たないので弾筋を受けてるんですけど全く当たってないですからね。今出てるんですか？弾は。あ、弾は出てます。弾は出てますね。はい、今もうこれを見た人は絶対誰も買いたいとは思わないと思います。まあ、まずは今回から、ね、裏方さんもちょっと参戦してるんですね。みんなで弾道を共有しようという形で新たな試みっていうことですね。やっぱやっていかない、ね、自分だけの主観じゃなくていろんな人のがあるとまた言いやすいから。今日は僕はですね4連敗中です。そうですね、今日の撮影意図なしです。もう来年はもうもうフルマークを当ててもらうので今マガジンを装着させてもらってよいしょ、はい、では私もセミですね。セミですね。で入ってるのか。このぐらいでないと入ってるのか。弾道遅いからな。当たってるよ。無理じゃないで当たってるよ。じゃあまあすごい。まだ球残ってますけど、はい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 、かなり過酷なスタート。やっぱね帝国兵の皆さんはね大変だと思うよこれ。ストック当てたいもん。せっかくついてるのにね。せっかくついてるってストック当てたいもの。もっといい銃あげて。それはね、ジェダイにね、当たんないですよ。いや、あのですね、今僕らは結構自由に構えてるじゃないですか。裏方さん撃ってるのはカメラの真横なんで、こんな状態で撃ってますからね。こういう状態で銃をこう出してますから、あれだけ当たるのは立派ですよ。じゃあフルオート行きましょうか。フルオートね、ちょっと待ってくださいね。ピントがまだ、もうちょいカメラ越しでもう一声。はいはい、行きますよ。はい、当たってますね。はいはい、まあ、40連なんであっという間です。これ現在使ってたらやっぱロング使わなきゃダメですね。ロングが何発でした？110発。それでも少ない、はいはい、まあそれでもすぐ終わっちゃうけど、まあ、40発よりは全然いい、ね。まとめですね。まとめとしてはこれ使う人はどうなのかな。やっぱりゲームをそういう雰囲気で遊びたいっていう方がやっぱいいのかなと思いますね。これサバイバルゲームのメインウェポンにしようっていうとちょっと心もとないのがあります。うん、まあ、何が心もとないって、これ買わないでみんなスターリング買うでしょ。いや、それ言っちゃいました。これ買うのはやっぱそういうのしたいからこれを買うんじゃないかな。そうですね、思うんですよね。で、ホップアップの調整はクソめんどくせえし、マガジンも横から刺すっていうね、いろいろなところちょっと不便なんですけど、まあ、デザイン重視でございますね。まあ、長いロングだとね、こう銃口ちょっと向けちゃいますけどね、長い銃だとやっぱこうやって持つ感じになったりするんですけど、はい、まあ、これだとショートと持てないので、使い方も難しいかと思うんです。でも当たるね。そうね、変な話、よっぽど今打ってないけど、ストック出すのはだいぶ当たると、気持ちいいかもしれない。ただね、斎藤もいじれないし、ね、この辺はまあどうしてもちゃんと狙って打つというよりはやっぱね、帝国軍の荒兵士のように、当たらないように打つと。そうです、ね、あえ
て当たらない。物語が進まなくなっちゃうんでね、死んじゃうとね。そうそうそう、やった取ったぜとかやったらね、そこで終わっちゃいますから物語。うん、全然面白くない、ね。なんで物語を進めるためには、やっぱ、当たらないように打つ。そう、たまにちょっとかするぐらいね。がいいか。いいんじゃないかな。じゃあ、ここでも恒例になったらボブちゃん最後の考察を。はい、失礼します。まあ、すべて、先ほどデメさんと裏方さんに言われちゃったんですけども、まあ、あとは最近でスターウォーズのテコ軍の服装で、サバゲーしてる方もいらっしゃるので、その時にはよく似合うメインウェポンだと思います。まあ、SX 装備っていうやつが最近 Twitter とか SNS で流行ってるんですけども、そういった、小道具としてご活用いただければ、多分ゲームとして非常に楽しいと思います。そうだよね、はい、最近 MA5B ってね、はい、エイドの、そうですね、 FPS のゲームの銃も出てきたりしてますから、はい、パドックさんの方にもありますもんね。そうですね、ハニーバジャーもその一つでしたけどね、はい、どんどん未来型の銃も出てきますからね、はい、まあ、これなんかね、一番最初に放映で、ね、スターウォーズしてるのはもう80年代ですか。そうですね、ちょうど今月はログワンがありますから。ですよね、はい、何年だったか忘れましたし、ね、相当古い時の SF なんですけど、いま、ね、だに廃れず大人気と、はい、根強い人気はありますからね。まあ、みんな気になるね、内容を、なんか、ああ、今なんか落ちましたけど、そのギャップがね、ね、皆さん見たでしょ、こうやって簡単に撮れるんですよ、もうくっつけちゃった方がいいですよね。くっつけちゃった方がいいですね、なくなりますよ、ゲームやったら。ビニールテープか何かで巻いてあげる、巻いてあげた方がいいかもしれないですと思います、はい。じゃあ、ボブ的考察はもうありありの銃ですね。そうですね、戦って使うメインウェポンというよりかは、その自分 の、 そのスタイルに合わせたところがコスプレにあるならば、それで合わせられる銃だと思います。特にスターウォーズとか SF とか、まあ、使って楽しいやつだと思いますね。そういう普通の意見いやもう俺らが望んでるのは面白くないなって、ちょっとカメラ越しに伝わったかもしれないんですけどねもう ボブの感想でした。ぜひボブへのご意見ご感想もお待ちしてます、ね、もっとこうしろああしろとで、ついでにチャンネル登録もリクエストも受け付けている。そうですね、チャンネル登録イコール友達登録と、友達登録ね、っていう表現を今日から使ってるから、分かりづらかったら分かりづらいと言ってください、チャンネル登録イコール僕ら友達だぜみたいな、そう、友達感をちょっと出してやってみます。やってみましょう。はい、分かりました。You my friend, we are here. これはいいですよ。もう そういう感じでボブが喜びますから。いう1チャンネル登録いただくと。ないって言われるほどに喜びますからね。はい、もう一回やって。Oh yeah, my friend, my brother, we are. もういい、もういい、最後。分かりました。失礼します。っていうぐらいに心は喜びます。ね、チャンネル登録いただいたりしてますと、あ、見てくれるんだなと思いますので、どしどしですね、やっていただければと思います。多分隠れボブファンって絶対出てきますから、このキャラ、はい、癖になったっていう人多分います、ね、あまりこう叩かれたりすると言えないかもしれないですけど、私は好きです私はぶっちゃけかなりこのボブキャラ好きです、まあですね、真面目だけにやらないのもデメ流の一つなので、まあ、真面目にやってるんですけどね、楽しくやってますんで、ぜひぜひ貴重なご意見いただければと思います。今回もですね E11 ブラスターライフル、はい、まあ、スターリングをベースにしたものですけどね、これも、まあ、面白い銃でしたので、紹介させていただきました。これをぜひ参考にしてみてですね、ご購入いただいたりとか、自分の手に持ってみたいなと思ったらぜひぜひ、お店の方など遊びに来てください。はい、それではですね、これで今年最後ですね、一応デメ流の撮影はね、撮影は、公開はこれ年明けでしょう、年明けなんですけども、はい、まあ、本年もよろしくという形で、そうですね、まあ、見てる視聴者の皆さんがいつ見てるかはまた別なんですが、はい、そういう時期に撮影しております、じゃあ、それではバイデメ